本日は7月19日、年始からね数えるとちょうど今日がね200日目。今日がね何の日かと言いますと、マッターホルンの、北壁長刀の日です。うん、1967年のこの日、日本人2人が、マッターホルンの北壁から、登頂に成功した日です。うん、マッターホルンっていうのは、スイスにある山なんですけど、実は僕去年、親父とですね2人でスイス旅してきたんですよね。うん、まあ知ってること人も結構いるかな。親父がですねあまり飛行機とか好きじゃなくて、海外に行く、ようなねのがちょっと消極的な人だったんですけど、そんな中唯一スイスに行きたいという話になって、じゃあ行きましょうよということになって行きました。目的は本当マッターホルンを見る、あとは電車乗って、まあスイスから電車でイタリアにミラノに抜けるっていう、そういう10日間の旅でした。はい。でですね、僕個人的には、旅行行ってね、いろいろ観光地回ったりとか全然しないんですけどね、みたいなものとかそんな大してないんで、でも親孝行ということで、行ったんですけども、またこのね目の前にするとですね、ちょっとね親父が、うるうるとしてる姿をちょっと見て、僕もねすごく感動したという、そういう美談です。はい。本当ね今までにない感情が、込み上げてきたというかね、本当僕もそういうのを見ながら感動して、年取ったなとか思いながら、まさに花鳥風月ですね。はい。で、帰ってきて、帰国してきて、親父に、次どこ行きたいって聞いたところ、親父はですね、スイスまた行きたいと。また行きたい。まあそんな感じで近々またスイス親父と行ってきたいなと思ってます。はい。でもね、本当スイスも高いんですよね。木が赤くなってきましたね。うん、朝焼け。これはすごい。これは見応えありますね。全く合い合った。うん、